あっちゃんです。嘘とかデマがね飛び交ってるんで、ちょっとね動画にさせてもらいます。最初に言っとくけども、あっちゃんはもうあの掲示板とかそういうのは一切見に行ってない。あっちゃんもあこも見に行ってない。その中で視聴者さんから、情報を時々いただく、いや結構多い頻度でいただくねんけども、その中でもあまりにもひどい嘘、デマ、そして訂正しないといけないもの、そして視聴者さんを疑心暗鬼に導くもの、そういうものに関してはこんな感じで動画を出していこうかなと思ってるんで、まあね、どこが真実かっていうことを確かな目で見ていただければと思います。ということで、今日やっていきましょう。ね、今日はね何かってメンバーシップのことについて書き込まれてたのね。5人のメンシップ、5人とメンシップの2つのグループがあるっていう書き込みがあるっていうのをね送ってきてくれたんで、でそれに対するいろんなリプライがあって見とてんけども、でそれに対して毎日 LINE してるの5人っていうねリプライがあるんよ。で怖いね、なぜか誰がアコかグループではわからないって書いてるけど、まずグループ自体存在しない。で、あっちゃんは、メンバーシップに入ってくれてるんやったらメンバーシップ内でやれるから、そこでグループ作る意味もないし、で逆にねもう LINE 自体がはっきり言っても手間かかんのよ。であっちゃんも LINE っていうのはあんまりやり取りしてないねんね。で LINE でやり取りっていうのはある程度も仕事で大事な LINE も来る時もあるね。今副業やってるからそっちも LINE が来るから LINE がねただでさえ流れていって大変やなのに、もうこれ以上 LINE 増やすことはもうやる気もないしね。でまあね、何人か送ってくれる人もおるけども、グループっていうのはもう一切作らない。なんでかっていうとグループほどねめんどくさいもんってないのよ。で大体グループっていうのはグループ作ってそこで揉め事を起こしたりして、過去に何回かグループ作ってんけど、あんなめんどくさいもんはないから作ってないのね。だからグループ自体存在しない。でどういうことって、別の名前だけど LINE グループは入ってるんって書いてあるね。778やからアコがグループで分からへんと。どういうことって、別の名前だけど LINE グループに入ってるってことは、アコはアコじゃない名前で LINE グループ入ってるのってことやねんけど、みんな LINE して知ってると思うんだけど、だいたい1末端につき1電話番号につき LINE の ID って1個やと思うのよ。あっちゃんはあっちゃん星っていうね LINE の、アカウントでやってんねんね。その中でアコが別アカウント取るってことは、アコはスマホ2台持ってんのかな。そんなことないでしょ。でだからね、そういうところでそんなねただでさえね経費かかんのにね、無駄なところに経費もかける必要もないしね。まあ、そういうことやねんね。でだからそれでね、別の名前で LINE いるだろうなって書いてる人もおるし、アコらしいのが3人いるんだけど、3人のうち誰がアコかわからない。もうそれすら意味がわからないね。で大体 LINE のね ID って大体自分の名前とかでやるやん。中で誰かわからない。大体ね、もしグループ作ったとしたらハンドルネーム誰々ですよって名乗るよね。誰かわからんとこの LINE のグループって怖くて入れへんでしょ。そんな LINE あれ、ね、存在せえへんよね。はい、でアコさんとか聞いたらやばい雰囲気なんとかって回答書こうってね。でアスカちゃんもいるのとかね。で前にアコちゃんって誰かが聞いたらチャオラーにもスパイがいるから答えないってジジイがあって、ちなみにねアコはね、チャオラーには入ってる。なんでかって言ったらチャオラーの人にもアコから挨拶をするのにアコがチャオラーに入ってんねんね。でそれは今はね、今子に一緒にいてるから、あっちゃんのアカウントで返信もできるけども、チャオラーの人に対してアコからやっぱりお礼とかあるんよね。やっぱりね、いつもチャオラに入ってくれててありがとうっていうねお礼のメッセージとかも送ってる。その中でチャオラーの中ではアコっていうアカウントでやってるから、アコじゃないアカウントでチャオラー自体存在しない。もうそういうね意味のわからんこともあるんでね。もちろんチャオラーの中にスパイがいてる。でもアコちゃんって誰かが聞いたらチャオラーにもスパイがいるから答えられないって、チャオラーの中でアコっていうアカウントをおるのに、それ以外に
そういうこともないし、でチャオラーにそんな答えをしたことない。でチャオラーの中で、ほとんどの人がねチャオラーライブに入ってきてくれてるけど、あっちゃんの知らない何人かいてんのよ。コメントをしないし見たこともないしコメントもくれてないチャオラーさんがね。でもそうじゃなく、いつもライブに来てコメント書いてくれてる人はいつもライブに来てくれてるチャオラーさんとかばっかりなんね。それ以外の人でチャオラーのところでコメント書く人っていてない。もちろんね過去にねバッドマークを押しとったチャオラーもおったけど、今はチャオラーコンテンツ一切バッドマークもつかない、うん、だからそういう状態なんね。で大体ね動画の再生数っていうかほぼほぼねチャオラの人数ぐらいのグッドがついたりもしてる、そんな状態なんね。でバットは一切つかない。息子のスマホを使ってる。息子のスマホを使ったら息子の名前のアカウントで出てくるよね。LINE の意味分かってんのかな、みんな。 LINE って使ったことないのかな。アカウントの名前って大体固定で出てくるよね、意味が分からない。そんなチャオラーさっさと抜けしまいなって書いてあるね。こうやってね疑心暗鬼を生んでチャオラーを減らそうとしてんのね、うん、でも減らないのよ、うん、それはなんでかって言ったらみんな信頼してくれてるからね。で抜けてさらされたくないって書いてあるけど、抜けてさらすも何もチャオラーさんが誰かあっちゃん把握してない。時々減ったり増えたりもするけども、誰が減ったんかそれあっちゃんは分からない、うん。で誰が先月追って誰が抜けましたよなんてあっちゃんには分からへんのよ、うん。まあ、記憶にある人がね抜けたら、あこの人そういやチャオラ抜けたよなっていうのあるけどね。昔はね人数少なかったから、あ誰が入った誰が抜けたかってよく分かってんけど、最近ちょっと人数増えてきてるからねそこまで把握できない。で別にどれがこうって知られて困ることもないのにって、そんな秘密主義って、こういうねまた訳の分からんこと書くやつが多いでしょ。でアコがいるのかいないのかほど分からないほど隠れているって、アコっていう名前でチャオラーのね、だからライブに時々アコアカウントで来るんだけど、チャオラーの緑マークついてると思うよ、うん。ね、でグループ何人なんて聞いてほしいけど答えてないね。でさすがにこれはスクショがないと信じられんないんやけどって回答しようけどね。それが本当のね、見極めのできる人でもね、わしも多分嘘やろうなと思いながら暇やし聞いているって回答したもんね。だからこういう掲示板っていうのは嘘って分かりながら聞いとる人もおる。でも知らない人は信じる人も、いやそれを信じるバカがおるのね。なんでかって言ったら、あっちゃんが嘘ついてようが本当であろうが、その事実が あっちゃんが嘘じゃん、その掲示板の人間が嘘ついてようが事実であろうが関係ないね。あっちゃんを叩ける嘘であっても、それは喜んで信じて叩く。あっちゃんが叩けへんいいことの真実であっても、それは真実として受け止めない。それがこの掲示板でね、これがまたね書かれてるんよね。また後でその話をしようかなと思ってんねんけど、でうわ LINE 教えてグルチャに入りたいって言うとる人もいるんよね、うん。でわし、これじゃなきゃな、もしかしてネタ作りにジジイが来てるんかって、これがあっちゃんがネタ作りにこのタヌキに書き込んどると思い込んどる人もいてるんよね。一切言ってません。はい、自分で自分を晒していいともに、わらわらレインボー背骨ないよ。レインボー背骨出したことないわ。やろって普通に考えて、こんな書き込み信者はせんわ、バレるもん。まあ、その通りやね。まあ冷静な人もいてるってことやね。で、じじに連絡先や LINE を教えない方がいいよ、後悔してる。あっちゃん LINE 送ってきてもほぼほぼ見ない、うん。まあね、LINE を晒す配信者はいてるけどもね、あっちゃんその一切晒すどころかね、あっちゃんは晒していいと思うね、このバカ掲示板だけ。あっちゃんとの LINE のやり取りを晒したやつはおるけどね、何人か過去におったね、あっちゃんとの LINE のやり取りを晒す場がね、うん、それ違法です。あっちゃんは違法はやってない。うん、でね、教えたんで、金の催促でもされたんかって書いてある人けどね、でその後悔してる人に詳しくって、なんで教えたんだよとか書いてある人ね、太客ちゃおやじ消えてくれ、妬みでしょ。
ね、太客消えてくれってことあっちゃんに収益を減らしたい減らしたいそこよね。だからそういうところがもう自分たちの牙が見えてるってとかやねんね。で343743グループがあるんだけどマジうざいって書いてあるんでね。そこに何がうざいん、入らなきゃいいやん、慣れ合いがうざいんか、抜けたらええやんって書いてあるんだけどね。それに対して何もレスがないのよ。抜けたらさらすらしい、勝手なことばっかり書いてあるでしょ。な、多分ね、チャオラー入ってくれとって抜けた人も何人もいてると思うね。あの、何人もいてねんね。その人が未だに抜けてるけども、ちゃんと視聴者さんと言ってるけども、何か被害ありましたか。もしよかったらここに書いてください、ね、何も被害なかったはずです。でも被害があったらあっチャンネル来てくれへんよね、もともとチャオラーさんね。なんやかんやで信者とつながってる気色悪いジジイだなって書いてある。つながってないっていうのはね、たまにね、まあ、昔から LINE つながっとる子でね、LINE 送ってくる人もいてる、うん、でもほとんど見落とす、うん、まあね、藤原翔ちゃんだけ LINE 送ったよ見てねってようライブで言うから、それをね見てネタにするやつはいてんのかもわからんけどね。翔ちゃんはね、まあ、ちょっといろいろあってね、相談乗ってあげたりもしてるから LINE とか送ってくる場合があるのよ。なんかそこのところがね、まあ、あれけどもうグループとかはやってない、うん、そんな状態。なんか相談とかも最近はもう LINE じゃなく、動画でライブでやろうねって話はしてるでしょ。そこないよね、うん、で752抜けたらさらすらしいとこで7個もレスついとって、え、そう言われてるん、スクショはよ、どこにおかしすぎ、グループ何人なん、脅迫って書いてる人おるけどね。でアホやなって、入るからやんって書いてる人おるけど、でメンシップはチリもツモ、チリツモだと結構な金額だよね、やっぱりお金のことに対して妬んでる人もいてる。でメンシップ詐欺とか書いてあるけどね、そんなやつが何を偉そうに幸せを語ってね、メンシップ兵器で放置するやつがみんな笑顔になればいいとかアホちゃうかって書いてあるけど、ね、メンバーシップってね何段階かあんねんね。1段目のチャオラーライトっていうんだけど、ほとんどの人がチャオラーライトやね。でチャオラーライトは何かって言ったらスタンプが使えるだけやね。チャオラーっていう名前の色がついてスタンプが使えるだけで他の、特典はないねん今のところ。でノーマルチャオラーっていうのはチャオラー限定のライブとか動画が見れるっていうのがついてんねんね。でチャオラー VIP っていうのがあって、チャオラー VIP っていうのはチャオラーメンバーよりも金額は上がるんやけども特典は一緒で、何かっていうとやっぱあっちゃんに対して VIP メンバーさんはその高くなった金額の分メンバーシップとしてお金としてあっちゃんに入る。もちろんメンバーシップもスパチャと一緒で半額ぐらいしか入ってきないうちにはね。だから言うたら、チャオラーライトっていうのは190円なんね。だから190円からあっちゃんには90円ぐらいしか入ってきないのよ、ね、1人につきね。その90円で何ができるのか言ったらあっちゃんの特別スタンプが使えるのと緑がつくっていうだけやねんね。今は便宜上、チャオラー向けの動画をたまに出してるけども、一応ライトさんにも見てもらえるようにはしてんねんけども、いずれ、チャオラーさん以上にするようになったりで、チャオラー VIP さんの名前を、毎月ね、チャオラー VIP さん入ってくれてる人を月1回でチャオラーさんの名前を出そうと。それとチャオラーさんは緑で来てくれるから、キラキラーンでね、来てねーって、来てくれてありがとうってライブで挨拶する、まあ、そういうちょっとね、メンバーさんに向けての差別化サービスはさせてもらってるのね。でもそれ以上のサービスは本来ないのよ。で今後チャオラー VIP さんに入ってくれてる人は、チャオラー VIP さん誰々今月もありがとうございますっていう動画を出していこうかなとは思ってんねんね、うん、で、まあ、今のところね、それの上のもう一つ金額の張るやつがあんねんけども、それはメンバーいてないです。まあ、そういうところもね、まあ、ちょっと差別化して、ね、金額の高いところ入ってくれてる人の名前はこう掲示していこうかなとは思ってんねんけどもね。だチャオラーライトさんは、何人で、チャオラーさん何人、チャオラー VIP 何人みたいな感じでね、またちょっと動画も毎月出せたらなってちょっと考えてんねんけども、そんな状態で
まあそんな感じで、やっぱりそのまあまあな金額になるねって、結局お金のことやねんね。まあ、そうやってね、あっちゃんの収益を減らそうと思って一生懸命チャオラーさんを疑心暗鬼にしとるか分からんけども、あっちゃんのチャオラーさん入ってくれてる人はね結構長い人が多いで、そこの中で、それに対する特典、ここ最近はねライトさんばっかりやねんけども、何人かやっぱり VIP とチャオラーさんに入ってくれてる人がおんねんけども、その人たちはもうここ最近じゃなく結構長い人が多い。その人たちは特典に対して一切文句も、ね、言ってへんし、納得してくれてるから続けてくれてるんやと思うねんね。でライトに入る人は1ヶ月で辞める人とかもたまにいてるけども、全然、それでいいと思うし、じゃあチャオラーってどんなものかっていうのを味わってもらいたいっていうのもあるんよね。だからやねんけども、いずれまたそこのところの差別化っていうのを図っていこうとは思ってんねん。でチャオラーさんに対するメリットっていうのは、やっぱファンクラブに入ったら、ファンクラブって何かって言ったら、その演者を盛り立てるクラブであって、自分たちが何らかしらのメリットを得ようとしてるために入る人ってほとんどいてないと思うのね。でそういうね、やっぱり特典っていうのもやっぱお礼としてあっちゃんを作っていこうとは思っとってんけども、なかなかうまくいってなかったんけど、なんでかって言ったら本当にね、人数が限られてるんで、その中でもう少し言ったらね、チャオラビップさんが1人とか2人とかになった時に、1人のためにライブをしたところで、やっぱりところでったかんけど、そのライブに来れるかどうかなんて分からへん。だからそれやったらね、みんなが分かるように何かしらのサービスをしていこうかなと思ってんだよね。でチャオラさんでね、こうね、チャオラーさん誰々っていうのをね、やっぱこう掲示していく、動画を作っていくっていうのもありやしね。で逆に、さっき言ってた、なんだ、LINE のグループ、そんな七面倒くさいことするわけないやん。ただでさえ面倒くさくてせえへんあっちゃんがさ、そんなね、グルチャ作ってまで交流するんやったら、チャオラーの中でやるよ。冷静に考えたら、面倒くさがり屋のあっちゃんがグループ作るなんて意味わからんでしょ。過去に作ったけども、運営を任したんね、自分でも面倒くさいから、みんなに任しといたらなあ、ぐちゃぐちゃになったね。でグループ作るとルールを守らない、個別のやり取りすると、まめるからやめろって言っても個別でやり取りしてナンパするやつが出てきたりとか、直接ね自分のプライバシー明かしたりとか、そんなことしてトラブルになることって結構あった。でその中でやっぱグループの中っていうのは、やっぱり疑心暗鬼になって解体した初期メンバーもあったけども、そういう中でね、グループラインっていうのがどれだけ危険かっていうことやね。でその中で仲良くなって、グループラインの中で会いましょうって大手揉め事を起こした人もいてるし、で会って、犯罪に巻き込まれた人も過去に初期のメンバーでおった。で、あとね、ほんと疑心暗鬼になって中で大揉めしたこともあったしね、大喧嘩になったこともあったしね、ろくでもないのよああいうのって。だから、グループラインは持たないことにしてるんで、そんなしょうもない嘘をつくんやったら、もうちょっとね楽しいことしましょう。掲示板に集まってるやつ、その頭の悪いやつが多いねんなって。最後にね、なんでこういう話をするのかっていうとね、まあちょっとこれ次回のね動画で言おうと思っとってんけども、面白い証拠があるのよ。それは何かっていうと、どこやったっけな、真実を話したらアンチは減ると思ってるねんってまた言ってたな。自分がひどいことをされてきたこととかみんなが知ったら、そこじゃないのにまだ分からんのやなって書いとんねんね。どういうことかって言ったら、あっちゃんが嘘をついてないとか、人をひどいことしてないとか、逆にひどいことをされてきたとか、みんながねそれを知ったらアンチはやめてくれると思うねんって、アンチは減ると思うねんってあっちゃんが言ったことに、そこじゃないのまだ分からんのやな笑って書いてあんねんけど、そういうことよ。あっちゃんがどんな真実を述べようが、どんなことしようが、アンチは減らない、アンチはあなたを叩きたいだけで、嘘も真実も関係ない、あなたのことが嫌いで、どんないいことしても受け入れませんっていうことの言葉の裏返しだと思うねんね。だからね、結局こういう嘘をついてでも人を叩きたい人が見てるってことなんよ。で実際やっぱりね、最近あっちゃんのことを知って見てくれた人でも、こういう掲示板とか、嘘とかね、ひどいこと言ってる配信を見てね、
そっち側に寄ってしまってアンチになった人っていてんのよ実際。そうやって名誉毀損をされて、あっちゃんの信用毀損されて、で視聴者を減らそうとしてね、まあ、それにまんまと乗っかってアンチになった人もやっぱりいてる、ゼロではない。だからこういうね草の根活動で人をね嫌がらせするって活動が効果がないのかって多少あるんやろうね。そうやってファンを減らす、ファンになるであろう候補の人を減らしていく、そういう草の根活動を一生懸命してるんだけど、それ犯罪ですから気をつけましょうね、うん、ということで今日のあっちゃんからの赤サムネ動画、まあ、あの掲示板の大嘘つき連中はこういうひどいことやってるんだよって。やっぱりね、メンバーシップってね本当にどんな活動してるのかってはっきり言って、そういう中でごちゃ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 する人はいてない。そんなことがあったらライブとかに来てくれる緑のあっちゃんマークついたメンバーシップさんがゼロになるはずです。なんでその人たちはしてくれてるのか、それはあっちゃんのことを応援してくれてるからだと思うんだよね。それに気づいてね、そういうくだらないことを書かないようにしましょう。だってそんな応援してくれてる人じゃないクソみたいなやつをグループに導いて、だからコメントしてないカスみたいなやつらがグループで LINE 作ったとかわけわかんないと言ってんでしょ。逆にそんなクソみたいなやつをグループ LINE したいと思わない、それが答えです。でまたね、バイバイ。まあ世の中クソが多いな、本当に嘘つく変なやつが多いなって思ったあっちゃんでした。ではまたね、バイバイ。